ネイチャーさんどこを撫でてるんだ、に対するみんなの反応集。あ、手つきが、もうちょっと強く。これネイチャーさんが悪くないですか。そうだね。これはマイナス2000万円もやむなし。キアネイチャーはゼロ出せだったけど今回はそういう路線なの？俺も裏側撫でられたい。ネイチャー先生なんて罪な馬娘。あ。無駄打ちするんじゃないよ。史実だとネイチャーなくなっちゃったから北さんつけれないんだよな。おば同士じゃ生きてても無理だよ。つけることはできるんじゃないか？受胎しないだけで。何をどこにつけろと？これはさすがにネイチャーが悪い。ここ最近の北ちゃんの気候は目に余るものあるけどこればかりはうん。さっきまで2000万だったものが当たり一面に散らばる。2000万がただのあまりに下世話な単語になり果ててるの本当に好き。かっこ真似する音。お姉さん、シュバルをいい子するのは私の役目です。かっこ突っ込むとこがなんか違うよなぁ。と思う僕。地面に散らばる。地面から生えてくるイクイノックス。スカイも撫でるか。多分ソファがべちゃべちゃになるからやめた方が。やめとけやめとけ、に。ってなって逃げるかと思ったらトレーナーの懐へ突っ込んでいくとか斜め45度プレイに走るのがオチだからあの子。うん、まあ猫なんだろうけどさ、わかるけどさ、う。夜はその手でトレーナーのハロン棒をコショコショしたんか、ギトギトさん白インシデロ出せしたんか、その着物がしみしみになるまで愛を煮詰め合ったんか、玉もクロス。星3インチから出るのがいい匂いのする子は相性が良いって聞いと、おい藤井寮長ステイ。カフェに同じことすると触れずに手をはたかれる。むしろどつかれる。かっこあっちゃって勢い余って壁に少年漫画みてぇな人型の穴開けちまったぜ。どうせトレーナーのちくわを撫でていいとこ入った、するんやろ。しみしみになるのもわかっとるで。これでスキルにいいとこ入ったがあるからもう北さんになるわ。また2000万出してるよ。撫でられるの響きだけで消えてしまう気がしたよ。ささやかな2000万飛び散るほど解き放て。北さんの賢さトレーニングがすごくすごい。言い訳できないやつだこれ。ネイチャーが悪いんだよ。やはり何かに取り憑かれてるようですね。何も見えない。まさか、正気。最近たまと北さんブラックの様子が変なんだ。ちょっと待て。ネイチャーはオス馬だ。オスがあの手つきで撫でてるということは、デム。またネイチャーが男心をもてあそんでるもん。もてあそぶのは心だけかな？ 2000 万円の液体がゴミのように地面にばらまかれる。ネイチャーの手に白くてネチャネチャしたものがついたんか。餅の話だよな。ネイチャー先生、ネイトレさん、ゼロ出せ、すすり餅。朝から出すと匂いがつくもん。通常版の進化スキルといいチアといいスキル名でストーリー性出してくるネイチャーは何なの？通常の勝負服に刺した狙いがあって2着目は独占欲そして3着目はいいとこ入った。金馬同士の出すかとおっかの子もできたし。これはネイチャーが悪い。ダークネイチャーかっこ晴れ着。ダークネイチャーは着物姿でトレーナーさんをかからせたい気持ちをコントロールできない。顔を隠せてないのが特徴。こいつ、ただのネイチャーなんだ。後で一人になった時にうにゃるのが特徴。でも、私には自分を信じてくれる人がいますよ。距離感がバグり始めているのが特徴。うにゃーって顔してる。でも私はもっとバカップルぶりを見せるべきだと思っていますよ。かっこ商店街のおばちゃんし。大変です。おパイが大きめに見えるんですよ。トレーナーさんが育てたのが特徴。イチャイチャばかりやってる二人の姿に気ぶり商店街メンバーは商品を値引き、ついにはおしるこの値段が一桁台に降下する。チア衣装の時みたいにいろんな馬娘に衣装パクられるんじゃないか？かっこ業界関係者。ナイスネイチャが肩ドンを発射。よろめいて二人で土手を抱き合いながら転がるのが特徴。良質タックルほかほか。長寿柄だという言い訳を残しつつ折り鶴の絵を選ぶのが特徴。もしかして記憶引き継いで2周目してるんじゃないか？かっこトレセン関係者。一緒におしるこを食べているところを見るとこっちの口の中の方が甘ったるくなるのが残念だ。周囲の目線ほかほか。押せる男女カップルじゃないか？かっこ商店街関係者。大変です。構成を仕掛けたネイチャーが返り討ちにあってるんですよ。トレーナーがイケメンポエムを発射。ポエムをはじめ、トレーナーが様々な手で乙女心をいたぶるシーンは、あまりにも残酷。大変です。真似してみた星雲スカイがトレーナーに抱き止められてブロンズ像よろしくカチコチになってるんですよ。しっぽりと成人にやられたんじゃないのか？カッコトレセン無関係者。そういう解釈は可能です。カッコ星雲スカイし、ネイチャーのタックル可愛いよね。ネイチャーはどうしてこんなに可愛いの？ネイチャーだからじゃないか？カッコ業界無関係者。トレーナーの脳を焼き畑農業して作る二毛作は不毛だもん。NTR じゃないですか。誰よ、その子は。
それはプライベートな話だし、名誉に関わることなので、今はちょっと話せない。寝てからええもん。は？何か文句あるんですか？ツインブースター先輩？演歌で勝負してやるから表出ろだもん。困った、ちょっと勝てない。パパスケ立ちはダメだからな。大変です。タックルを真似された川上トレが。大丈夫。川上トレの背中を何人ものトレーナーが支えて土球乗りトライさせるから。無傷だ。完璧に衝撃を受け流している。ダーク商店街はネイチャとトレーナーがくっついて商店街で結婚式あげてほしい欲望を我慢できない。商店街婦人会はくっついてほしいけど結婚式はちゃんとしたところでないとダメとコメントしている模様。こいつら馬ぴょいしたんだもん。かっこあー。馬ぴょい言うな。その肩丼の後にトレーナーのおしるこも一滴も残さず完食したんか。おしるこ。おしるこの真偽を知ることはない、というわけだな。ふふふ。ちょっとうまいなと思ったから偽物だな。ひどい。彼らのイチャイチャを知りたいファンはブラメンテ貯金を切り崩すしか方法がないのは残念だ。残念だったな。俺が使ったのはビルシーナ貯金の方だ。すまないが俺のはビブロス貯金だ。ビコペ貯金タミさんぐらい溜め込んでないと貯金とは言えないでしょ。タマ、君への貯金は継続中だぞ。それは使わんかい。やめてねう。これはロイス&ロイス貯金なんだねう。ネイチャタックルでトレーナーを病院送りにして毎日看病するんですね。そんなミザリーみたいなネイチャは嫌だもん。この調子だと思ったより人気キャラの衣装違い3着目は早く来そうだな。ライスとか。ダークネイチャ、凶悪すぎます。この後しみしみのネイチャにされる。ネイチャ先生のバストは79です。サイギはそれをわかっていない。アファーマティブ、黄金の DKPI だね。ついに79と認めたのか。ネガティブ。そんなんだから前のトレーナーにあなたの言ってることが理解できないって言われるんだぞ。ダメだ、北ちゃん頼るだけの君じゃ点に勝てない。ダークネイトレは調子に乗ったネイチャにカウンター決めたい心をコントロールする気がない。お餅食べてる絵なんだけどどうしても指先を加えてるように見えるんだ。デザインを二人で決めてる時にトレーナーさんに折り鶴がいいって告げるネイチャは綺麗だったもん。晴れ着だしダーク要素かけらもない。どうも、ダークネイチャさん。必殺技ネイチャタックルほか。かっこ晴れ着ネイチャを引こうとしたら、チアネイチャが出てきたんだこれもいいなぁ。チアネイチャも可愛いなぁと満足しちゃったんだこんな俺はネイチャトレをやめた方がいいのかもしれない。早く役所に婚姻届け出してくるもん。私なんて一心同体ですわ、一心同体ですわ。さすがです、ネイチャさん。私もネイチャさんを見習ってトレーナーさんにアタックします。本当です。信じてください。本当にネイチャの腹筋を見たんです。ネイチャ VS ネイチャカッコキア VS ダークネイチャカッコハレギ。ネイチャさん、押し倒してマウントを取るつもりがひっくり返されて組み伏せられた。ここから行くのか？折り紙トレが馬ぴょいに行くのか？現実味を帯びてきた三女神が復活する日。カレンや服とは別の意味で恋愛強者すぎる。いいだろ？ついにデバフスキルを完全になくしたネイチャだぜ。それでは今回の動画はここまで。ちなみに馬娘はゲームも漫画も面白いけどアニメ版も最高だよな。Unext なら無料で31日間視聴することができるから興味があったら概要欄のリンクをチェックしてみてほしいぜ。なんと、一気見しちゃうわ。次の動画もぜひ見に来てくれよな。ご視聴ありがとうございました。